今回の静岡さんはこちらの唐揚げです。まずはいただいてみたいと思います。いただきます。はい、うん、食感も良くて歯ごたえもあって、うん、美味しい唐揚げですね。はい、ちなみにこれは、はい、魚は何ですか？こちらです。わあ、ウツボです。海のギャングと言われるウツボ。今日の静岡さんは西伊豆町の半端市場で人気があるお惣菜、ウツボの唐揚げです。なんでここでウツボ取り扱おうと思ったんですか？きっかけは、水揚げがあったからなんですよね。ある漁師さんが、ウツボが取れたんだけどこれも引き取ってくれるかいっていう形で持ってきてくださったことがあって、未利用魚の代表なんですけれども実は美味しいので。ウツボは漁師が仕掛けた網にかかった魚を狙って網を食い破ってしまうなど、漁師にとってはまさに天敵。迫力がすごい。ウツボを食べる習慣がない地域では市場に出ない未利用魚となっています。そのウツボを半端市場が引き取った理由は見た目とは違う味の良さでした。刺身で食べるともうなんていうんでしょう、味の濃いフグみたいな感じの唐揚げなんか定番で美味しいですし、で、あとは珍しいじゃないですかね、ウツボが食べれるのってなかなかないので、その辺の面白さがあったので、出せば売れるんじゃないかなみたいなのは薄々こう考えては感じてはいたんですけどね。今では自分でも釣ったウツボは自分でさばいて食べてます。一度食べると意外な美味しさに驚くウツボですが、下ごしらえには手間がかかります。どこが骨になるんですか？ちょっと見えづらいんですけど、こういうふうにびっしり入ってる、これが全部骨です。これを外していかないと食べられないんですか？そうですね、とにかく骨が硬いので骨切りをして食べられるようなものではないので、全部こう残さず取らなければいけないので結構大変です。一匹さばくのにおよそ1時間ほどかけ丁寧に骨を取り抜きます。いかんせんその小骨を除去するのがすごく大変なので、なかなか一般的に流通するということはなかったんですね。なので漁師さんがご家庭で取ってきて冬場だけ食べていたっていうような、そういった魚ですね。ウツボを食べる高知県ではウツボのさばき方は門外不出と言われるほどなんです。ウツボの唐揚げは塩コショウや醤油で下味をつけます。揚げすぎると皮のプリプリ感がなくなるので、程よくきつね色になれば出来上がりです。わー、美味しそう。ウツボの美味しさってどんなところにあるんですか？食感で言うと鶏のもも肉と、それからうなぎのちょうど中間みたいな感じですかね。で、身質もしっかりしている。で、そこにさらに皮のコラーゲンのプリプリ感がこの相まってすごく美味しいですね。なんか味わいもすごく深いので、それがウツボの魅力かなと思います。半端市場では去年の冬からウツボの唐揚げを出していて、唐揚げの他に切り身や刺身が並ぶこともあります。あくまでもこのウツボっていうのは入り口かなというふうに考えていて、普段 日の光が当たらないような魚でも食べたら実は美味しいんだよみたいな魚を発信していくことこそがここの意義かなというふうに思ってますん で多くの方にこの美味しさを知っていただくことで、西伊豆って美味しい魚がいっぱいあるんだねっていうのを知っていただけるきっかけになればなと思います。厄介者だったウツボが美味しい静岡産に生まれ変わりました。